一度テラスに戻って考えましょうか。こうして一旦みんなでテラスへと移動することにした。あちこち探し回って結局何も見つからなかったわね。うなだれる私たちにアリス先輩が愉快そうに言う。アリス先輩は後ろで文句言ってただけじゃないですか。どんな文句言ってたんだろうね。それが私の仕事だもの。でもそれにもそろそろ飽きてきたわ。この勝負私の勝ちでどうかしら、小倉ゆずは。うん、こういう展開。そんな勝負はまだ決まってませんよ。まあ期限がなかったからね。アリス先輩の言葉を否定する。じゃあおとぎクラブの活動場所が分かったのかしら。それはまだ分からないですけど。じゃあいつになったら分かるの。それは怒られてる。アリス先輩、もう少し時間をくれませんか。だからどれくらい。あなたたちが見つけられるまで待てって。それって勝負としてどうなのかしらね。って言っても、まあ最初から条件をつけてないアリスもアリスだと思うけど。それはアリス先輩の言葉にサエルさんが言葉をなくしてしまう。しょうがないか。諦めるの。私は一つため息をついてつぶやいた。ゆずはちゃん、諦めちゃダメ。ゆずはちゃんがお茶会に参加しちゃダメなの。お、大丈夫かよ、それ聞こえて。さゆりさんが必死に言葉を投げかけてくる。その様子に私は少し驚いてしまった。さゆりさんがここまで派閥に参加することを防ごうとしていたとは思っていなかった。そうだね、ひよりちゃんからのあの話を聞いてからだよね。さゆりさん大丈夫だよ。大丈夫じゃないの。ゆずはちゃんが参加しちゃったら、その何かを言いたそうにしているが、けれどさゆりさんは言葉を濁しているようだった。とにかくダメなの。必死に止めるさゆりさんだけど、一つ間違ってることがある。だから大丈夫。私はお茶会にはアリス先輩の派閥に入るつもりなんかないから。どういうこと。え、でもさっきしょうがないって諦めてないよ。ただもう最後の手段しかないかなってだけ。黒糖さん召喚。最後の手段、それって、何か考えがあるの。まあそんなとこです。ああなるほど、その手ね。何、ああそうか、黒糖さんいたとこ知ってるもんね。そういうことかな。私の顔を見て何かを察したのか、かぐや先輩がつぶやいた。その顔には私は小さくうなずいた。それじゃあ私ちょっと失礼します。結局黒糖さんの手借りるんだ。その場は少し離れてポケットの中にあったものを取り出す。おー、スマホの登場。取り出したな、スマートフォン。問題は出てくれるかどうかだな。寝てるかもしれないね。使用率はかなり低い。電話帳から一人を選ぶと、私は願うような気持ちで通話ボタンをタップした。コールが始まる。1回2回3回とコールは続く。あー、やっぱりダメかな。気合で起こすんだ。お願いしますと心の中で言う。けれどもやはり繋がらない。もうダメかと諦めたその時だった。コール音がプスリと途切れる。そして、あ、出た。え、出たのはそっちですよ、黒糖さん。ボタン探してたのかな。黒糖さん、私の通話に応答したのだった。もう黒糖さん出るの遅いですよ。仕方ないでしょ、どうやって出るのかまだいまいちピンときてないんですから。電話出るのめちゃくちゃ簡単でしょうか。指で画面をタッチするだけの操作のどこが難しいのか私にはわからない。それな、とにかく黒糖さんは電話に出てくれた。今はそんな幸運に感謝するしかない。それで一体ユズア君はどんな要件があって電話をかけたんですか。北斗さんの言葉に早速本題に入ることにする。北斗さん、わからないことがあるんです。私にこの謎の答えを教えてください。
こうして私は今回のおとぎクラブの謎を黒糖さんに説明した。これが私の最後の手段だった。これでダメならもう諦めるしかない。なるほど。おとぎクラブ、学園の資格ね。うん。どうですか、黒糖さん。話を聞いて何かわかりますか？そんなことを言われましてもね。まあ、エンディング最初見たときは、ぴゃって答えてたけどね。いつもと同じように面倒そうな顔をしている黒糖さんが目に浮かぶ。話を聞いただけじゃ何とも言えませんね。全然ダメじゃないですか。ゆずは任せすぎだと思うけどね。全然ダメって。私をどこかの名探偵だとでも思ってるんじゃないですか。なんか、電話だとテンション高いね、黒糖さん。話を聞いただけで、その学園の資格という暗号を解いて、おとぎクラブの活動場所とやらを見つけ出せるわけないですよ。そこを何とかしてもらおうって話なんです。いやいや、難しいですよ。実際に学園を見てもいないのに。うん。その言葉に不意にイオリちゃんの姿が思い浮かぶ。そうだ、イオリちゃんは来ていたのだ。じゃあ来てください。イオリちゃんはだって制服え、嫌ですよそんなの。それにユズハ君の学園は確か男子禁制の女子校じゃなかったですか。先生とかも男子ってか男性いないのかな。そうじゃなくても部外者が学園の敷地内に入るなんて、昨今はそういうの厳しいんですから。そうだね。外に出ない時の理由を探すのだけは妙にうまいのが私の尺に触る。いいじゃないですか、バレないように何とかしますから。このままじゃ私アリス先輩の派閥に入らなくちゃいけないんですよ。いや、でも学園の正確な位置もわからないですし。お寿司。それならスマホを見ればわかります。マップが見れますよ。ゆずはがダダこねてるだけなんだよな。そんな機能もあるんですか。おお。ありますあります。マップってアプリが最初から入ってますから。マップ、ここですか。これ今ハンズフリー状態にしてんのかな。それすごいよね。ああ、してないね。してませんでした。耳離しちゃってました。あ、聞こえてますよ。本当にマップが見れるんですね。おお。え、もう確認できたんですか。なんとか。となると、ああ、ありました。マップで謎が解けるのかな。今マップでユズハ君の通っている学園を確認できましたよ。早いね。ああ、なるほど、そういう。あれ、もしもし、黒糖さん、どうしたんですか。うん。来てくれるんですよね。いいえ、どうやらその必要はないようです。うん。え、それってどういうことですか。学園に行く必要がなくなったということです。行く必要がって。え、もしかして黒糖さん。え、おとぎクラブの活動場所が分かりましたよ。すごいね。そう口にする黒糖さんはまるで名探偵のようだった。名探偵だよね。と、以上が学園の資格という暗号の意味です。おお、説明をしてくれたんだ。そして先ほど言ったその場所がおとぎクラブの活動場所で間違いないでしょう。すごいね。黒糖さんから今回の謎の説明を聞いて、私はあっけに取られてしまう。でもこれ本当にこんな簡単な。いやいや、よくできた暗号だと思いますよ。実際ユズハ君たちは分からなかったわけですからね。うん、確かに。でもどうして黒糖さんはこんな簡単に分かったんですか。多分学園にいなかったからじゃないでしょうか。外にいる人の方が気づけるってこと。だからユズア君よりも客観的に見れたんでしょう。はあ。いや、ここはあえて俯瞰的と言っておきましょうか。うん。俯瞰的。ああ、それは確かに。なるほどです。うん。黒糖さんの言葉に体がすっと軽くなる気がした。
これでまた一つわからないことがわかったのだ。ありがとうございます、黒糖さん。わからなかったことを教えてくれて助かりましたし、嬉しかったです。それは何よりです。今度またお礼しますね。それじゃ。黒糖どら焼き買っていきますね。ええ、期待しないで待ってますよ。黒糖さんから答えを聞いて通話を切った。これでおとぎクラブの謎が解けたのだ。これで謎は解けたんだよね。何か忘れてることや気になることがあるだろうか。何これ、いい時間なんだよな。セーブするよ。あるってしてみる。何か引っかかることがある気が。なんだろう。おとぎクラブの謎は先ほどの黒糖さんとの電話で解決できたけれど、それとは別のことでおかしいことがあった気がした。ゆりちゃんのこと、アリス先輩のこと、かぐや先輩のこと、黒糖さんのこと。さゆりさんのことはないんだ。まあ、ゆりちゃんかな。そうだ、ゆりちゃん。どうして学園に来たのかわからないままだ。でも、ゆりちゃんのことだったのかな。引っかかりを覚えたのは別のことだったような気がした。今は深く考えなくてもいいかな。さて、急いでみんなに説明しなくちゃ。これ終わんないわ。じゃあ、中途半端なんですけれども、これで終わりにしておこうと思います。もしかしたらね、途中で切ってるかもしれない。ので、これ途中から始めてたら、まあ中途半端なんですけど、とりあえず切ります。それでは、お疲れ様でした。はい、まあ編集したんですけど、前回の短かったので、まあ、ここのねエンディングを見て終わりにしようかなと思うので追加で撮っております。それでは行きましょう。おとぎクラブの活動場所、そして学園の資格という暗号の意味を。揃ったね。皆の元に戻ると、心配そうにさゆりさんが駆け寄ってきた。ずっとこの3人で待ってたの。気まずいやろね、さゆりさん。そんなさゆりさんに私は笑顔を返す。ずいぶん遅かったわね。そのまま逃げちゃうのかと思ったわ。ちょっとね、黒糖さんが電話での手間取ってね。まさか、そんなわけありません。それで、最後の手段とやらはどうなったのかしら。よくぞ聞いてくれました。おとぎクラブの活動場所が分かりましたよ。私のこの言葉にその場にいた全員が驚いていた。まあもうポカンってしてるね。かぐや先輩だけは普段通りの無表情だったかもしれないけど、ちょっと驚いてそうじゃない。ついてきてください。おとぎクラブへ案内しますから。行くんだ。私が選ぶのか。じゃあここで一回間違ってみるね。間違ってみるよ。職員室、皆さん到着ですよ。やってきたのは職員室の前だった。着いたって、ここ職員室だよね。まさかとは思うけど、職員室が活動場所だって言うつもりじゃないわよね。ある日先輩に言われて、私は思わず尻込みしてしまう。ですね、そんなつもりはないんですが。あれあれ、どうして職員室に来てしまったんだろうか。疲れちゃったのか。ゆずはちゃん、頑張ろう。頑張ろう。元気づけられて私は苦笑いで返すことしかできなかった。大丈夫だよ、頑張ろう、ゆずは。しかし、さゆりさんの言う通り、気を取り直して頑張らなくては。しっかりなさい。優しい。かぐや先輩が呆れたようにため息をつく。大丈夫です。次はバッチリ当てちゃいますから。お、2回あるのかな。黒糖さんから言われた言葉を思い出す。
大切なのは俯瞰して見ることなのだ。うん。じゃあもう一回あるのでもう一回外すね。いろいろあるね。ここです。ん？そう言ってやってきたのは図書館だった。この BGM ってことはここも違うんだよねきっとね。ついたってこんな図書館だよね。こんな図書館綺麗なんだね。内側なのにレンガ作り、まあレンガ風なんだろうけど、めっちゃいいとこだよね本当。うん、うちの学校の図書館ってこんなだったんだね。私初めて来たよ。初めてなんだ。本読みな、ゆずは。でしょうね。あれ、私今バカにされた。かぐや、やるわね。え？アリス先輩も感心してるし。それより、ここがおとぎクラブの活動場所だっていうの？まさか考えなしに連れてきたわけじゃないでしょ。怒ってる。いや、アリス先輩に言われて私は思わず尻込みしてしまう。ゆずはちゃん、間違ったんなら素直に謝ろう。なんかさ、さゆりさんの言葉がさ、小学1年生とかまだこう社会性を身につけられてない子供に対しての言葉みたいな感じに聞こえるのは私だけでしょうか。小声でさゆりさんがアドバイスしてくれる。すみません、もう一回チャンスをくれなそう。しょうがないわね。寛大な私に感謝なさい。くれるんだ。迅速嬉しそうにある先輩が言う。しっかりなさい。大丈夫です。次はバッチリ当てちゃいますから。これもしかして当たるまで続く。ああ、俯瞰してみること、これもしかして続くかな。外していくね、どんどん。皆さん、お待たせしました。校門、やってきたのは学校の校門だった。着いたってここ校門だよね。もしかしてここがおとぎクラブの活動場所だって言うつもり。アリス先輩に言われて私は思わず尻込みしてばっか。この場所はもう確かめてたし、違うんじゃない？あれ？ですよね。黒糖さんからすでに答えは聞いていたのに、疲れのせいなのか変な間違いをしてしまった。しっかりなさい。また呆れられてますね。大丈夫です。次はバッチリ当てちゃいますから。あー、じゃあ多分一生続くので。あ、もういい、もう飽きちゃった。これでエンディング見れるかな。不意にアリス先輩が足を止めて言う。帰るわよかぐや、これ以上ここにいても時間の無駄のようだし。うん、あ、ちょっと待ってください。もう謎は解けてて。他人の暇つぶしに付き合ってる暇はないの、小倉ゆずは。怒った。とんだ勘違いだったわ。もう飽きちゃった。あなたはクビよ。そう言うとアリス先輩はその場を去っていった。その後アリス先輩は一切私と関わることがなくなってしまった。首を切っておしまいっていうエンドを見られました。それでは、一応区切りはいいのでここで切っておこうかなと思うんですけど、ちょっと先見てみて長かったらパートを分けます。だからここで切れてたら長いです。次、まあ、手がしっかりあります、内容が。ってことで一度お疲れ様でしたと。